ピードを遅くないと来ないんだ。おっと、この尺いった、この尺いった。釣り方はデッドスローで巻くとほら、すぐ釣れるちょっとテンションかけいって、そこでちょん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 とアピールさせた後、流れに乗せてほら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 、ちょんちょんちょん、はい、ピット。お手本通り、おお、ちょっと待て、皆さんこんにちは、レオンです。メバルプランキングのすべてという形でね、配信式のウェブセミナーを、スタートさせました。はい、でこういう形式にしたのにはね、まあ、僕のいろんな思いがあるんですよ。というのも、そうですね、メバル、ルアーでメバルを釣る釣り方を教えてくれと最初にね、インターネットを通じて、いろんな方から壊れたのがもう20年近く前です。はい。で、いろんなホームページ上でね、ちょこちょこ書き込みしてて、で2001年か2002年だったかな、うん、17年くらい前で、15年17年前、メバルイングというホームページでね、まあこれケンタロウ君が作ってくれたんですけども、まあそこからスタートして。いろいろいろんな形でそのメバルの釣り方を皆さんにお伝えしてきたんですけど、例えばね、 DVD があるじゃない。 DVD でじゃあ伝わるか、伝わんないのよ。なぜ？そりゃ仕方ない。うん、大抵の DVD がね、短ければ一晩だけの釣りですよ。長くても2回調校して2晩分ね、まあせいぜい頑張って4兆個分ぐらいしか DVD には入ってない。しかも撮影した時のシチュエーションがワンパターンだったら、その中の説明しかできない。無理で、まあいろんなその専門誌、釣り雑誌の中でね、文章と写真で、十数年間ずっといろんなことをお伝えしてきましたけども、これも無理。動いてないんだもん。写真ってやっぱり静止画像だから、わかんないよね、ロケーションが。で、本当にね、伝わらないまま十数年過ぎちゃったなっていうのがね、もう率直な僕の感想なんです。うん、で、今回もね、たくさん撮るためてるんですよ。2シーズン分ぐらいね、僕のプライベート調校を自分で、三脚据えて、今やってるみたいにね。あるいは友達にカメラ持ってもらって、たくさん撮るためました。で、これを、4枚組ぐらいに、当初はね、4枚組ぐらいの DVD で、発売しようかなと思ってたんですけど、編集してたらね、やっぱり無理だったのが分かった。僕が伝えたいとこ、このシーンのここ、この肝っていうのをね、DVD で編集するとね、100枚分ぐらいなってしまう。で、何か言う方法ないかなっていうんで思いついたのが、この配信式ですよ。ね。毎回、だいたい1時間60分くらいの、動画で、でこうやって皆さん画面見ながらで、時々僕が登場して、撮影時に説明できなかったこと、ここが難しいんだって自分でやってみたら分かる。釣りながら喋ってんのよ、説明してんのよ。で当然ほぼ神経のほとんどは水中に行ってんのね。出ないと魚釣れないから。でも喋んないと動画にならないから、一生懸命喋ってるわけよ、僕をはじめみんなね。だから、手もおろそかになる。うん。頭もおろそかになってんだよ。だから、説明し損ねてるとか、嘘を言ってたりするんだよ。嘘ってのはね、例えば、数字の間違いとかね。うん。例えば、70のペンシルなのに75って言ってみたりとか、僕しょっちゅう言い間違いしてるし、この40メーター先で釣ってんのがね、釣っても、実は20メーター。その前のキャストが40メーターだったりね。まあ、いろんなことが起きるわけです。本当に正確には伝わってない。で、結果的に、ご覧になってる皆さんに、正しいメバルの釣り方がね、伝わんないんですよ。で、知恵絞ったのがこの形ですよ。うん。これなら、かなり深いとこまでね、精密なとこまで説明できるんじゃないか。ということでね、配信式のウェブセミナーということでね、四季折々、そうですね、2週間に1本とか
下手したら月に1本とか、そういう形でね、やっていこうと思ってます。はい。ということで、第1回目はですね、まあ、ここに書いてあるんですけども、2015年3月上旬、愛媛の釣りです。はい。これを軸に、他の日に撮った映像も差し込みながら、肝とかね、大事な部分をですね、時々こうやって僕が画面の中に登場しながら補足説明して、なんとか皆さんにお伝えしていこうと思ってますので、はい、頑張ってみてください。何度もね、巻き戻して見ないとわからないんですけど、はい、とりあえず分かっていただけるように一生懸命喋って説明しますので、はい、よろしくお願いします。この時のね、釣りを補足説明しております。これまあ愛媛なんですけど、今磯に立ってるんですけどね、これ堤防際から磯伝いにこうずっと歩いて出た岬なんですよ。で、実はね、この日の初場所、このロケをするにあたって、まあほぼ全体的そうなんだけど、いつもの僕の、例えば雑誌ロケとかでね、使う場所はやめようよというのが僕の中にあるわけ。で、なぜかって、雑誌ロケはね、たくさんお金使ってくんですよ、皆さんが。東京から来たり、大阪から来たり。外すわけいかない。これは費用がかかってます、皆さんね、大変。うん。で、再撮影とかね、聞かないから。だから、やっぱ確実性を求めて、マイフィールドでやるわけですよ。でも、これは別。この、メバルプラッキングの全てのロケはね、ほぼ別。これは、初場所でも、プラグを使って、こういう風に釣るんだよっていうところを見ていただきたいので、この2シーズン撮りためた、VTR のね、ロケ場所はね、ほとんど初場所なんです。で、ここも、実はね、Google Earth で探して行ってると。ここ大事だからね。Google Earth で海岸線をずっと自分が行きたいようなとこ見るでしょ。ね。ね、湾があって、港があって、堤防が両側から出てる。で、その堤防際から磯伝いに歩いていけるかどうかのね、予測がね、Google Earth すごいよ。倍率高くしてみたらね、大体わかるのね。あ、行けそうだな。で、倍率高くして、その、堤防からずっとある磯伝いにずーっと Google Earth を転がして見ていくと、岬があるじゃない。岬って美味しいからね。岬ってのは、こう、本流が流れてる潮が大体直接ぶつかるような状態になってるとこ多いです。あとね、岬の良さっていうのは、こう、突き出たところって海の中までこうずーっと突き出てるわけ。ね。こういう風に。まあこれ、馬の背とか言ったり、呼んだりするよね。で、この馬の背に対して潮が上げ潮こっちからぶつかったりとか、下げ潮こっちからぶつかったりとか。要は、潮流にこの変化が出る場所で、潮当たりのいい場所にメバルってよくつくじゃない。だから僕なんか初場所で磯でメバル狙おうかなとするときには、やっぱりね、 Google Earth かつを非常によく使うんです。で、岬をね、やっぱり探すんだよね。で、今回こう一発目もこの岬の釣りから始めてますけども、このシリーズをね、ずっと見ていただきますと、中にちょこちょこ出てきます。僕基本的に明かりつきの堤防でメバル釣りたいタイプなので、こういうその明かりのない
闇の磯っていうのはねほとんどやりませんけど、それでもまあ皆さんに見ていただくためにね、数箇所はやってますので、はい、初場所、闇場所、初めてキャストする場所で、ユーマ詰めの釣りを展開してて、今一匹釣ったところです。はい、くっさいですね。はい、プラグはね、これはジップベイツからバスディさんに引っ越しをした新金組の、SPM だったかな、 SPM の、7センチのやつです。ぐっさい、よしよし、続けていきましょう。よし、よし、感じがつかめたよ、感じが。下にね、藻があるんで、無理やり巻かないと取れないんで、バレちゃいますね。次がさ、これちょっとフックが結構大きいのついた。普段巻かない釣り、巻かない釣りってね、僕よく言ってるでしょ。で、巻いてますよね。これはね、マズメの釣りの特徴でもある。一つはね、もう一つはね、闇場所の斜漏の特徴でもあるんですよ。暗いところで斜漏で巻かない釣り、例えばボトム近くにこう止めてジュワーッと釣るような釣りはね、そうない、全くなくはない。藻際にね、産卵期なんかにね、ビターッと寄り添ってるような時はやっぱりそのいる場所、いるとおぼしき場所を特定してこうネチネチやって食わせに持ち込むこともあるんだけど、こういうマズメの釣りはね、活性の高いメバルだけを狙って、釣るやり方なので、普通のステディリトリーブと呼ばれるスピードでね、巻くのがね一番正しいです。で、今1匹バラしたでしょ、ここ重要です。で、この後もね、2、3回ミスフッキングがあるのよ。で、このミスフッキングが起きる理由は、もうプラグのタイプがね若干合ってないのよ。レンジが合ってないの。レンジもしくはスピードが合ってないです。本来だったらバコッと飲み込まなきゃいけないのが、スピードが速すぎる、もしくは遅すぎる、レンジが浅すぎる、深すぎるということが理由なんです。で、明かりつきのねメバルって目の前にバサッと溜まってるんだけど、闇場所はそうはいかないからね、せいぜい数匹だからね、その通すコースで釣れるのが。なので、この後でちょっとね、キャストのね、シーンを、4画面ほど貼り付けてるんですけどね、ちょっとそれを見ていただきますね。はい、まあこんな画面なんですけど、なぜこれを僕が出してるかなんですけど、顔の向きとね、体の向き、微妙な体の向きをね、見ていただきたいんです。上2つは同じ方向へ投げて、下2つはね、上よりも5メーターぐらい左に投げてるんですよ。うん。顔とかね、肩の向き見ていただくと分かるんですよ。これなぜか、これすっごい大事。なんだろうな、明かりつきの堤防で、その潮のよれに、明かりと影の端境のところ、で、餌がよく流れてくるところにたくさんこう浮いてるメバルはね、数が多いから大丈夫なんだけど、こういう斜漏のね、網磯のメバルってね、一回食わせ損なうと、スプークしてる、要するにびっくりしてるからね。だから当たったからといって立て続けにね同じコース通さない方がいいんです。だから僕ね、キャスト散らしてるんですよ。うん、キャスト散らしてんの、わざと。で、最初に当たった場所にしかいないとは限らないんで、他にもいるところをチェックしつつ、バラしたコースを休ませてんだよ。で、
他を打ちながら、そのドンピシャのプラグが見つかった時に、がピンと来た時にね、当たって乗らなかったコースをもう一回通すと、そうするとね、バチッとはまるんだ。その通りになります、この後ね。2050シャローの水車場、2050シャロー水車場、今度は普通の布です。リッチスリム60。ここでね、リッチスリム 60SS に結び替えてるんですけど、まあ当然理由があります。最初 SPM で、釣ったよね、1匹26センチで、その後、2発ぐらいあのショートバイトでバラしてると、これはもうレンジが違うなっていうんで、次に結んだのがミニマルシャローの SS、ミニマルシャローの水車チューンなんだけど、それでもね、ショートバイトだったのね。うん、でこれはもうまずレンジ一つ、もっと浅い方がいい。それから、巻く時のスピード、クワッセに持ち込めるこうスピード、単純にスピードじゃなくてね、こう微妙な、なんだろう、体の感覚なんで、これはなかなか伝えるの難しいんですけども、まあ少なくともレンジをちょっと上げて、巻くスピードをわずかでもね落としてやれば、もっと食い込みが良くなるだろうと予測のもとに、リッチ60、リッチスリム 60S でしたよね。それを結んだ。一発ですよ。ドハマりって感じだよね。最高の展開になりました。今度はリップがあるんで、さらにスローにやると。リッチスリム60、やっぱりあれだ、スピード遅くないと飛ばないんだ。おっと、これ尺いった、これ尺いった、これは尺いったんじゃないか。いったいったこれ尺いったぞ。よし、出ました、リッチ60。やった、おー、いいぞこれ、尺いったよ、尺メバル素晴らしい。おお、いい形してるちょっとカメラズーム入れて、足元気をつけてね、いろんなもんゴロゴロしてるから。ズームになった？はい。いやー、出たよ、尺最初の1匹バラしたんだよね。で、2匹目新編で、シンキングミノルで取って、3つ目のバイトがね、ミニマルの水車でやったんだけどね、なんかバイトが浅かったんで、もっと遅い方がいいかなと。で、
まあミニマルも新編もリップがない、ね、リップがないからあんまりゆっくり弾けないんだよ、あの浅いレンジを。ということでね、リッチのね60、というまあ浅いレンジでリップがついてよりゆっくり弾けるやつに入れたら今一発よし、まだまだいくよ。えい、割と大きめ。3はね、TE の83で今、30センチのメバル、水面転がしすぎたよ。わかるわ。よし。二の腕ゆっくり、競争チョッパーを。まあ、あの明るくの抵抗でもね、でやってることとあんまり差はないんだけどね、磯でも十分この仕事が完了すると思うんですね。あのいわゆる真面目のジギングのパターンじゃないね、このポイント自体はね。もうほとんど目視でもあの海面がちょっと見づらくなったぐらいのライティングなんで、普通のメバリングで、イカナゴとかね、ベイトを追っかけ回してる状態じゃないです。磯の岩とか藻についてるやつが今、頭上を通る身を襲ったって感じ。ということでね、初場所で、いきなり尺が出せるというね、非常にラッキーな展開となったんですけども、うん、あれだよね、やっぱりね、地合いが短い、でかいやつは。まあ、この後もね、Twitch 入れたりして、Twitch からの止めで食わせたり、この後も2、3匹釣るんですけど、25、6センチ。なっちゃうんだよね、魚が。もうビッグサイズの試合終わったということで、まあこの磯の釣りは、これ以上見ていただいてもね、当たってますけど、まあこの辺で終わらせて、この後は明るつきの堤防へ移動します。止めるとスコンときます。よし、さて、堤防へ戻ってきました。堤防へ。堤防といっても堤防のにくっついてるこうテトラへ今降りてるんですけどね。まあ磯で一発いいの出して、まあ地合いが終わったんで堤防戻ってきたんですけど、まあ、ほとんど今日の仕事は終えたような気がするけど、ここからはね、瀬戸内のレギュラーなメバリングにしようかなと。うん、全くまだ一投も投げてないんで様子わかんないんだけど、とりあえずもう僕はプラグですよ。はい、3月ですしね、まあ、2月の1月もプラグ投げてんだけど、とりあえずね、表層から探ってやろうということで、これタイニートーピード、瀬戸内メバリングカスタム、パチャッとも言わないから出ないと思うんだけど、まあ上から順々に探って、そのうちね、レンジを当ててやろうという魂胆で上から行ってみます。ということでね、ここからは明かりつきの堤防の釣りです。普通のね、瀬戸内のメバリングスタイルですね。で、1投目いきなりね、トップウォータープラグ結んでます。タイニートーピード、フローティングの水車ですね。でね、ちょっとこの3月上旬、2015年の3月上旬、愛媛の、場面から一度外します。せっかくトーピードをお見せしているので、ちょっとね、
あのフローティング水車についてここからちょっと解説、いろんな、画像動画を交えながら説明していきますが、実はねこの日はこの愛媛ではトップでね一匹も釣れてないんですよ。一匹も釣れてないのに説明すんのかって、そこそこそれ重要なの。まあこのシリーズの中でトップでねめちゃくちゃ釣れてる場面はね今後お見せします。すごい釣れる場面があるんです。あるけどもメバルはね本当にねちょっとそのタイミングや状況が変わるとねトップでしか釣れなかったりトップには全く釣れなかったりするから、この釣れてない時にこそ、トップの意義とか意味とか動かし方をねまず最初に見といていただきたいんですね。ということで、ここから動画交えて、見てください。ほっぺらがくるくる回ってるでしょ。あの引くだけくる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 ね回ってんだよね。見えるね。もう一回いくよ。はい、ただ巻きでペラが回ってる状態見てくださいね。うん、今度はトゥイッチ。これまあ水車の場合はねあのこう瞬間的な動きであのペラによるねジュワッていう音が水車のね特徴なんですよ。ああいう音ね。プロペラが水をかき混ぜるときにシュワッていうのね、これがあの魚を引き寄せる。あ、これか。はい、捉えてます。はい、はい、やっと乗った。やっと乗ったよ。フルキャストした位置で。ほら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 。ほら、トップゼラスでかいんだから、ほら。ほら、でかいやろ。ね。今日釣った中でも全然違うだろ、サイズが。ほら。ほんとね、あの、こういう時よくあんのよ。水面下をね、通すルアーで、あの、隣で釣ってる僕の釣れがもうメバル何匹も釣ってんだけど、みんなね、18センチ、20センチぐらいなのよ。で、もういきなりこのサイズだもん。これこいつはいいよ、グッドサイズだ、これ。おう、24つとかね、全然サイズが違う。これトップの威力です。いや
ようやくこれであの水面炸裂シーンが撮れたらもう、200点満点だけどね。なかなかねカメラマンさんがいてズームしてくれないとそこは無理なんで。やったー。ちなみに竿は TE-68 ユーズマウス、ユーズマウスでタイニートピード投げるのかって。そうそう、実はねこの前回の釣りであの TE-83 使ってまあ5センチ7センチぐらいのミノを使ってたんだけどね、あの明かりつきのメバルって割合こう網食ってるパターンが多いのでショートバイトが多かったりするのね。その時にやっぱ反発の強さをはねプラグの場合ねパッと弾いちゃうのよね。なんかトレブルフックがせっかく2個ついてんだからそれをこう絡みつかせるような釣り方をするためにはまあこの68ユーズマウスとかストレンジあたりのティップがね非常に食い込みがいいんです。プラグ向きっていうかもっとスローな方がいいけどね本当はね。プラグはキャストするときにほとんどあのビシッとか振らなくてもピュンってやるだけでそのロッドの反発だけでプラグがすっ飛んでいくような、調子に作るのが一番いいんだけど、まあジグヘッドもプラグも両方やりたいというね贅沢な発想でこう作ってる竿ですから、ちょっとバットからベリーにかけてがねプラグに、対しては少し固めなんだけど乗るのはねバリバリ乗ります。よいしょ。まあ堤防の釣りはのんびりやりましょうね。この時期大抵メバル浮くんだけどこうなんか浮いてる気配ゼロやねここね。ミヤちゃん浮いてる？50センチから1メーター、はい、あ低いねレンジが。これはさすがにトップには出んかな。でもねライズしてなくてもね 4,5 メーター下からあのトップにパパーンと襲いかかってくるケースあるからね。わかんない、やってみるまでは。特にポッパーとかスイッシャー系はねポコ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 とか、あ出た、あ今完全にプラグ出たよ。ピシュ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 とかポコ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 やってたらね浮いてくんだよ音がすると。それがねやっぱりポッパーとかスイッシャーのいいところだから。惜しいな、出たのね。投げて放置で時々ちょっと誘って誘うとねこれスイッシャーだからペラが回って多少の水しぶきとねシュルッシュルッって音立てるのね。それで、水面に出る気がないやつを無理やり出せるのがスイッシャーとかねポッパーのいいとこですから。って言いながら釣ればかっこいいんだけどね釣れないかな。これね僕ねタイニートーピードね瀬戸内のメバルに合わせてねカスタムチューンしてるからねこのペラがね水中かました時にねあの網が集団でジャッて逃げることにね近いくらいの状態でね作ってんの。オリジナルだとちょっとペラが大きいんだよね。なのでイワシとか、まあ、イカナゴがこう大量に入ってる時しかダメなんだけどこのちっちゃいペラにするとねちっちゃいペラにするとね網の集団の音が出るんだよ。これね15ミリからね17ミリぐらいしかないの。これはまあ17ミリ15ミリも16ミリも試してみたんだけどね
とりあえずこれ16ミリついてるんですよ、うん、これをただ巻きしてもあのそこそこね実際はいい音出てるし、ちょっと行くとねジュワッジュワッてその音がやっぱりそのなんていうのかな、波動がちっちゃい方がメバルはスイッチが入りやすいっていう。うん、さすがに水面には出ないかな。さすがにっていうかここは今日は水面に出るタイミングじゃない。これさ水面に出ない、ペンシル出ない、ライズもないってことは網が流れてない、多分網が流れてない、網を餌にしてない時は、じゃあ何をベイトは何を模して釣るかというと、こういうちっちゃい海エビとかね、うん、はい、ここでルアー交換です。うん、トップに出ない感じだからここはね、スタンダードにミノーイングにしましょうか。プラッキングの基本はミノーイングというふうに、まあ不発だったんだけど、やっぱりね、あの水車を投げたね回がね実はあったんですよ。まあ僕この時にね、そこまでは自信は持ててなかった、うん、うっすら考えてはいたの。あの過去の経験上、ノイジー系のね、あのバスなんかでよく使うあのカチャカチャ音がするようなルアーをね、先にね水面パーッと引いとくと、それに食わなくても立ち往でもそうなんだけどね、深いとこいるやつがねわーっと浮いてきて水面近くでね、なんかいたけどこれ餌なかったかなと、うん、でも本物の餌が入ってないからそのルアー自体には食いついてこないんだけど、とりあえずみんな上がってくんだよ。で実はこの時もね、おそらく水車を通したせいで、最初に50センチもしくは1メーター、それより深いところにいたメバルがね、わーっと上がってきてて、で、こっから先、思い通りのバイブ、大爆釣に、ご覧あれ。これは僕の方で、ちょっとカラーリングさせてもらった、スプリングスグリーンですね。ボディが緑で、お尻尾が、尻尾が少し白っぽくなってるやつです。グラデーションかかってるんですね。釣り方は、デッドスローで巻くと、ほら、すぐ釣れる。これ笑っちゃうわ。今着水して釣り方はデッドスローで巻くと釣れるよって、ほらほらほら簡単に釣れちゃうでしょ。ねえ、おわ、テトラの枝を猫がうろうろして僕のメバルを取ろうとしてる。危ない危ない、ルアー持ってかれるよ。あらららら、外れちゃった。はいはい、20センチくらいのメバルです。1投目着水巻き始めたら同時に食ったね。だからメバルってシビアでしょ。このねシュガーミノ、ちょっと先にリリースするね。シュガーミノの50の SS って今着水して巻き始めに食ったからね、ほんと5センチ10センチしか潜ってないよね。
でその状態で食ってくるってことは本当にね水面か10センチぐらいのところのベイトを食ってて水面には出ないみたいな状態、そういう時にねこういうしがみのようなね、ミノープラグはねすごく効くんです。着水デッドスロー、ゆっくりやるとほら食いました食いました食いました。これね本当僕シュガーミノーね大好きなんですよ。サイズアップサイズアップです。バイト深いよこの食い方は。ほらね、割とごっぽり系の食い方してる。うん、これいいメバルだ。これいいよ。もう普通瀬戸内でこのサイズが出たらもう文句なしだよね。はい、お疲れ様でした。いいね、スプリングスグリーン、こりゃ釣れるぞ。こりゃいいぞ、こりゃいいぞって釣れるのが分かってて塗ってもらった色なんだけど、やっぱりよく釣れるわ。メバルにグリーンは効きます。着水してゆっくり巻くだけ。まああのウォブリングもロールもしない、まあ全くしないわけじゃないけど、あまりウォブらない身辺形がいい時と、このシュガーミノってね割とプリ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 元気よく泳ぐんだよね。その渓流魚なんかを釣る時はもうプリ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 と泳がすんだけど、それをあえてプリプリプリくらいのね、あの緩いリズムで使うとメバルよく釣れるんですよ。 OK です。メバルよく釣れるんですよ。だからこうお尻を激しく振る系の、プラグを買ったら、あのスローに引くことを心がける、もしくはブラッと引いて止めて食わせの間を作ることを意識する、そういうふうに考えればね、あのウォブル系もウォブらない系もねちゃんと使い回しができるんです。よし、食った。おお、すっ飛んできた。いくらでも釣れてます。赤メバルのチビちゃんですね。おい、ちょ、やめて。おお、これもフロントフックがっぷりです。網を食ってる時はねテールフックへちょこっていうようなかかり方したりするけど、やっぱりあのミーターになってるやつね、小魚食ってるやつは、こういう釣り方するとねがっぷり食うことが多いよね。まあその辺もあのフッキングのあり方で見分けついたりするからね。はい、着水と着水から二巻きぐらいでヒットすごい猛烈な釣り方してるすごいよ。ボコボコ釣れます。
多分ね、パチャっていう着水音でね、もうメバル寄ってきてるんだよね。小魚がプチャッと跳ねたかなと、多分勘違いするような形でね、近寄ってきて見えるからそのままパクッと食ったっていうのがね、今の着水、一巻き二巻きヒットってやつ。ほら、置いといたら食った。ああ、バレた。着水してスローシンキングだからゆっくり沈むじゃない。そしたらコーンと持ってったよ。ちょっともう一回やってみるね。着水したら腹ず緩めずで置いとく。これがね、ジグヘッドにワームじゃね、なかなかできないです。ほら食った、ほら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 食った。あー、バレた、くそこれジグヘッドのワームじゃできないからね。どうしたってフォールが速いから 0.5g つけたところで、こういうシュガーミノーなんかのあのフォールスピードには、ゆっくりしたフォールスピードにはね、絶対に勝てないんで。もしくはあのフローティングでね、ペンシルじゃないんだけど、フローティングで食ってくるケースもあるの、浮いたまま。すっごいレンジが浅いよ、今食ってるレンジが。着水しました、テンションかけて置いとくだけで、スローシンキングだからゆっくり沈んでるやつに今2度バイトがあって、まあちょっと僕がフッキングミスさせてるから途中でバレちゃったけど、今の取らないといけないよね。今の釣ってほらっつって見せたらね、もっと説得力あるんだけど、でもね、こういうことなのよ。僕がプラグをね、推奨する理由は、これ今ね、ジグヘッド単体でやったらね、こんな釣れないから、この状態っていうのはね。だからミニマルなんかシャロー、ノーマル、ディープってあるんだけど、こういう状態の時はミニマルでも絶対シャローなのよね。もしくはシンカーチューンをね、自分でちょっとシンカー削ってもっと軽くして、あのサスペンドするような調子で作ったら、ミニマルも。これも瀬戸内で一世を風靡したメバルによく、メバルがよく釣れるルアーの代表選手である、ジェイド。あえて見えやすい色を持ってきてます。ジェイドはクランクじゃなくて、まあプラグの世界でいうとこのシャッド形状なんですね。ミノーよりもボディの対抗が幅が広くて、でクランクほどはドタバタ暴れないと、ミノーに近い、動きでミノーよりも幅があると。こういうルアーはね、非常にあのツイッチングに向いてるんです。巻いて潜らせて、さっきのクランクとはゴミがついてます。クランクよりもトイッチした時のあのスライド幅がね、キビキビ動くと。はい、これがちょっと注目してください。今止めてます。これがサスペンドです。フローティングでもシンキングでもないです。これは今あの僕の方でインクスの方で、特別にチューンしてるサスペンドなんです。で僕はメバルプラグの世界の中にピタッと止まるサスペンドがどうしても欲しいので、今これ新刊をね組み替えてもらって、サスペンド仕様にしてます。キャストしてほっとくと浮いてるんですよ。だから巻くとリップがついてるから潜ってくる。でここで止めると、止めた位置で浮きもしない、沈みもしない、この状態っていうのが非常に大事になってくるね。あのレンジでピタッと止まって初めてメバルがドンと出てくるシーンが多いんです。例えばね、じゃあどういうところでそういうのが有効かというと、ここの桟橋の横に藻が生えてます。こういう影の中に隠れてるようなメバルを誘い出すときは、巻いてきて潜らせて、あの藻の近くで浮かず沈まずで止めて、じーっとで本当にゆらっ
っとそのレンジをキープしたままと思ってます。こういうふうにね、そうすると下からドンっていうパターンがあります。これがね、シンキングやフローティングじゃできないでしょ。サスペンドならではなんです。で、このサスペンドならではの食い方をする場面っていうのはもう絶対的にもう必ずあるんです。だからやっぱりラインナップの中にサスペンドを持っておきたい。それからこうトゥイッチで小気味よく平を打つっていうのもね重要です。もうそれはね、はい、ミニマル